バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは1週間ぶりですね。娘のシノもお邪魔します。こんばんは。こんばんは。2週間ぶりですね。2週間ぶりだっけ。2週間ぶり。先週出てないんだね。あ、そうそうそう、ごめん。そうそう、1週飛ばしだったって伝えたい。あ、ごめんね。寂しかったですよ。よかった、寂しいって思ってくれたら、まあ、学生さんなんでね、ちょっと忙しいこともありね、なかなかこう収録のタイミング合わないこともありますが、とはいえ皆さんね、結構ねしーちゃんの声を待ってくださってるんですよ。ありがたいですね。ありがとうございますね。なので一緒にまた楽しくしていきましょう、ラジオ。はい、お願いします。お願いします。それでは、あ、そうそう、今日1曲目の前にシノンがなんか物申したいことがあったみたいでね。ああ、おとといは2月22日の猫の日でしたね。ニャーニャーニャーの日で。あ、そうね、もう SNS もいろんなところでさ、もうみんなニャー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 言ってましたね。だから、昨日、まあ2月23日だったんですけど、はいはい、朝ごはんを作って、その時に、まあ、普通のね、ご飯とおにぎりを作ったんです、そしたら三角で、あ、思いついたと思って耳にしようと思って、で、おにぎりを2つ作って、あの具材の上の方に置いたんですよ。そしたらなんかママは何も言わずに気づかなかったんですね。でもまあ可愛いなって自分で思ったら、え、猫に見えるってどう、ちょっとね、そうね、まあことをちゃんと説明すれば、すごく朝ごはんを作ってくれてね、まあ、祝日だったので朝ごはん作って起こしてくれて嬉しかったのね、でそれプラスなんか可愛い耳ができてるなと思ったんだけど、まさか猫のねトッピングしてるなんて思わなくって、もうすっごい喜んでたんだよ、ママは。朝ごはんありがとうって言ってたんだけど、シノンが期待する、いわゆる女子が期待する、うわ、かわいい、これ何顔とか耳みたいなね、イケてる言葉は全く出てこない。だからご飯食べながら、ママは女性でよかったね、男性だったらもう女の敵だったねっていうでもそう、そんなことをね、朝から反省させられましたね。すみませんでしたね。いいですよ、よかったですね。そう、なのでね、ぜひ皆さん、何でもね、こう些細なことで構わないと思うんです。相手がありがとうっていうところにね、もう一工夫してみてください。私は勉強しましたということで、今夜1曲目はそういうね、なんか甘い日常を、私たちの甘い日常を綴った曲、キス&ハグ、お聴きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love。
事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダーが今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しお聴きいただきました曲は陽子でキス&ハグでした。さてさてしーちゃん冒頭から私への文句もお伝えで文句じゃないんですよちゃんと分かってほしいなっていうなんて言うんです要望じゃないけどなんか期待ですねどっちが親ですか、うん、どっちが親なんでしょうね面白いあ実はですね先週の放送で私がこのラジオをお聞きいただいてる皆さんだけにちょっと私のね新しい作戦の発表ではないんですけれどもどうですかねっていうご意見をね求めたんですその時に結構ねメッセージもいただきまして個人的にもメッセージいただいたりあそうなんだ嬉しいなっていう思うことがあったのでちょっとここでもご紹介したいなと思います、先週はカバー曲陽子がねもともと歌手になりたいと思って鹿児島の繁華街天文館でねもう数年歌ってた頃は自分のオリジナル曲はなくてカバー曲ばかりでしたなのでオリジナルのねアーティストさんよりもどうやってうまく歌っていくか陽子色に染めたのがまたいいなって思っていただくかって言ってねとてもこう名曲たちと向き合っていた時間なんですけれども、まあ、それがねこうなしまして私もねいっぱいこうお声かけいただく中でもねオリジナル曲まで可愛がってもらえるアーティストになったわけですよでねもうとにかく名曲たちそして素晴らしいアーティストの皆さんには感謝の思いもいっぱいですしそして何よりこのコロナ禍で YouTube 配信でね未だに最近アップしてないんですよねちょっとアップしたいんですけれどもなかなかできてなくてでその中でも知らない方から歌声いいねとか最近の YouTube のコメントにはおじさんたちの世代をこんな若い子が歌ってくれて嬉しい若い若いそこよねあ若いですよいやいや若いですまあね14歳の娘はおりますが若いっちゃ若いですよ若い子ですよねひよっこですよ人生ひよっこですよじゃあ私は卵ですかまだ一押しのもうひなにはなってますけどねひよっこのひぐらいですかねひあとよとこがないかなあ、ひよこないじゃないんですね、ないじゃんひくらいですかねしーちゃんはひ、で、ママはひよっこ30代になるとひよっこになるんですねそうそうまあ私も今年の4月8日で35になりますからねアラフォー?あ、そう、もうアラフォーになっちゃうアラフォーもうシノンが喜び出したんでちょっと話戻しますよではですね、そうそうで、まあそのカバー曲を私がね、こう YouTube で歌う機会をね、いただいてもあ、未だにこういろんな方の目に留まるんだって思うとあ、そっか、今ね、皆さんが大変な時期に陽子のオリジナル曲もね、求めていただきつつ皆さんの大好きなそして皆さんの思い出にね寄り添えるようなね楽曲たちと一緒に音時間発信できたら素晴らしいなと、まあ、勝手に思いましてで先週陽子のカバー曲アルバムまあ今のねこのコロナ禍なので、まあ、私もねちょっと制作費という面ではクラウドファンディングを検討しているんですけれども、まあ、そちらでね
発信していくって決めた場合、皆さんどう思いますかっていうのをお伝えしたわけですよ。そしたらね、カバー曲集アルバム大賛成ですよ、陽子の歌唱力を世に認知してもらうにはそれが一番、応援しますよっていうメッセージをいただいたり、なんで今まで出さなかったの、陽子のアルバムね大好きだけどカバー曲歌ってる陽子も好きだからいろんな人に聞いてほしいっていうメッセージやるね。なんで出さなかったのってなんかなんでみたいな、嬉しいよね、うん、そんなに求めてくれてたのそっちがメインみたいな、求めてくれるの、そうそう、いいですね、いいよね。なのでね、ぜひこれはちょっと動き出したいなと思います。そして私もね、アレンジとかができるようなねアーティストになりたいなと思いますので、うんうんうん、と言いつつね、うん、まあサウンドプロデューサーの医師にね、おんぶに抱くやらお高い高いしてもらうくらい甘えないとねいけないんでしょうけれども、まあそこはそこでね、引き続きお願いしつつ、皆さん、じゃあカバー曲アルバム集タイトルもね募集しちゃいますか。はい、ね、じゃあちょっとそこら辺の話はこの後お届けしたいと思います、はい、それでは今夜の2曲目、私が野望を持つ時いつも空ばっかり見るなと、久しぶりにね、一昨日かな、眠れなくて窓開けて空見ました。青春かなおい娘笑うな、そこ笑うとこじゃありません、どうぞどうぞ、うん、ということで陽子の曲でも大事な曲、バニラスカイお聴きください。バニラスカイお聴きいただきました。できないってノイズより自分の中の声を聞こう、まあ、この歌詞もね素敵なんですけれども、最近自分の中の声聞くと動悸がするんだよね。動悸動悸動悸、うん、なんか心臓と、なんかその鼓動と胸が高鳴る音歌詞通りですねそうそう、まあ、気分、体調ちょっと優れないからそこだと思うんですけど、でも、まあ、この動機をね、あ、私まだ生きてるんだな、生かされてるんだなと思ってね、まあ、プラスに変えていこうかなと思っておりますよ。そうそう、一つ告知をさせてください。鹿児島のフレンズ FM というラジオ局がございます。そちらでね、私123シオンで号という西福寺の池口豪仙貫主、ね、豪仙先生がね、うん、出演されてますラジオ番組に、まあ、月1回の放送 でその月にもう1回再放送もあるんですけれども、30分番組ですね。なんと
3月からパーソナリティとして、おら、任命していただきましてね。よかったですね。パチ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 、ありがとうございます。そうか、パチ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 ありがとうございますよ。それでですね、そうそう、で今まではね、鹿児島の方しか聞けないような感じだったんですって、うんうん、アーカイブ放送は、まあ、全国で聞けたのかな、なんですけれども、なんと今回3月5日が初回の放送なんですけれども、3月1日から陽子に合わせたかのようにラジオのアプリがありましてね、そちらをダウンロードしていただきますと全国でお聞きいただけると。すごーい、すごいね、リアルタイムで。よかった、よかったね、まあ、その詳細もね来週ちょっとお伝えしたいなと思いますので、ぜひ来週もそちらのね新しいラジオ番組のパーソナリティの方もチェックしていただけたら嬉しいです。鹿児島だけでなく全国でお聞きいただけますんでね、ぜひお願いいたします。お願いします。そうそう、陽子の曲はね、今まで1曲目アンフィニッシュドストーリー横文字横文字そうそう、で、まあ、2枚目のシングルもシャイニーインフィニティ横文字ダブルタイトルにしたんですけれどもねで、サードシングルフリーダム横文字4枚目のシングルラブレターズ横文字ちょっとハモってみましたちょっとハモってみたよちょっとそれでね、あのミニアルバムはワイズダイアリーと書いて、普通にもヨーコのダイアリーという意味だったんですけれども、ダイアリーでしょ、で横文字不協和音でハモってみましたよで最後、一番新しい、ちょっと笑っちゃうじゃないの、あなた横文字、皆さんちょっと皆さんちょっと離れないでくださいね一番最後はね、あの一番新しいアルバムでね、フルアルバムのキス&ハグ、まあ、こちらも横文字ということで。ちょっと待って、今なんか変だった、セクシーよ、いや隣で普通に言ってんのになんか一人だけ変えてさそんなね、14歳の魅力と34歳の魅力は女として違うの。今ちなみに今女のところを出すところ、あのシングルの名前を言う時なんだけど横文字で出さないでほしい。あのすいません、しーちゃん、あの大事なことを伝えていいですか。あ、いいです。それは後でお家でねあ、説教したいならどうぞ、あとね、もう今日初っ端から叱られてますからね、うん、うん、まあでですね、私の曲は全部横文字だったので、カバー曲アルバムはなんかごっつい漢字とかさ四文字熟語とかね、ダメダメ、なんでダメ即答だなまあ結構あの日本語でね、こう素敵なタイトルないかなと思って考えてるんですよ、うんうん、じゃあもう横文字にするしかないですよね。えダメなんで漢字でさ、こうなんかしたいなと、なんだっけ、長江さん、うんうん、イモキントリオのね長江健二さんにもね親子でねよくしていただくんですけれども、長江さんは俺の歌っていうアルバムと人の歌っていうね、うんうん、カバーアルバムと出していらっしゃるので、まあ、そういうねおしゃれなタイトルもう使われちゃってるし、うん、横の頭では思いつかないからね、うん、なんか俺の歌、うんうん、と人の歌っていうのも横文字で書かれてました確かにそうそう、そうだね、ローマ字で書かれてますね、はい、あ、まあそれはいいね、ローマ字もいいね、うんうん、あでしょ、そっか英語じゃないと、うん、ローマ字でいけた、うんうんうん、あ、いいですね、わかりました、じゃあそういうのも OK にしましょう、うん、なのでぜひねタイトル、勝手に作成まだ何もしないのに、ひとまず陽子がカバーアルバムを出す、うん、タイトルはということで募集してみたいと思います。お願いします。初の一般公募でございます。採用された方にはなんと、なんと、なにそれなんかいいことあるでしょうなのでね、ぜひ勝手に連絡先とか変えてってください。悪用はしません。なのでもしかしたら決まった方にはなんか陽子からプレゼントが来るかもしれませんのでね、そちらもお楽しみにしていただけると嬉しいです。では皆さんのハッピーピースフルな日々を願って、今夜久しぶりにこの曲をお届けしたいと思います。陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確か
かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらない、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらない、全てではない。空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう、私たちの新しい日々。できなくても心と心抱きしめて、空を見上げて指を出して、苦しみさえ笑顔に変えて、空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう、私たちの私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲はヨーコでビューティフルデイズでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。あっという間に今週の放送も終わりましたが、3分の1は説教され母が、3分の1は笑い声、いやいやいや、なんとか3分の1伝えないといけないことね。ちゃんと曲も入ってました。あ、そうね、
え、じゃあ4分の1説教でもういいか10分の1、まあ、そんな感じでね、来週以降も楽しくお届けできたらなと思いますので、皆さんこの1週間もハッピーにお過ごしくださいね。はい、お過ごしください、はい、では皆さんの幸せを願って、せーの、バイバイハッピー。